はい、えー、イマジンカップあ日本代表コッコロ決勝進出決まりましたということで、えー、とメンバーの皆さんにこれからインタビューを開始したいと思います、えー、と決勝進出が決まった中で、えー、とどういった気持ちなのか今、教えてくださいえとやっとなんか今決まったんだなと思ってるんですけど今、この瞬間だけを考えるともう今までの人生の中で一番最高にハッピーな感じですね。<laughs> ありがとうございます。そういった中であのイマジンカップ決勝に進出あそれを可能にした理由みたいなのをいろいろ私たちのソリューションは大,物大きなものを使ってるんでいろいろハプニングがあったりとかもしたんですけどやっぱりあのみんな自分たちの役割をちゃんと果たしてくれてチームワークが良かったっていうこととあとは。 勝ち負けもまあもちろん大事なんですけど、それよりももう最後のプロジェクトで最後の大会なんで、何よりも楽しもうっていうことを毎回ラウンドごとにみんなでは話していたので、それをちゃんと実行できたからかなと思います。はい、ありがとうございます。ということで、えっ、ー、と、MSPSMT はこういった形でインタビューをしてますので、ハッシュタグ MSPSMT のフォローをよろしくお願いします。ということで、また次はオンラインで会いましょう。